栃木の名店を訪れて美食をめぐる栃めし。宇都宮のオリオン通り、オリオンスクエアの目の前にあるバル、エルダボ。この店は今年3月にオープンしたばかり。個性的な装いのシェフが熱い意気込みを持って切り盛りしています。常に新しいものというか飽きないような、日本酒もあるし、ワインもあるし、テキーラもあるし、クラフトビールもあるし、じゃあ次何が来るんだろうね、街中がもっともっと盛り上がっていけるように、自分自身もその一つになれるようにとは思ってます。このお店がスペシャリテとして用意したのが自家製のローストチキン。国産の鶏肉をハーブやスペイン産の紫ニンニクなどを調合したオリジナルのソミュール液につけるのがエルダボ流。塩味がしっかりと浸透した肉をオーブンへ投入します。表面がこんがり、中がしっとりと焼き上がったら、心地よい音を立てて大きく切り分けて、特製のバルサミコソースを回しかけて、ボリュームたっぷり、宇都宮ローストチキンの完成です。もうシンプルにまずは焼き上げたものを味わっていただいて、できればもうフォークナイフではなく手でもうかぶりついていただきたいなと。ヒョウ柄をまとったシェフが送る個性的でありながら普遍的な味わいのローストチキンです。